明日のゲーム、負けるわけにはいかなくなりました。申し訳ありません。罰なら後でいくらでも受けます。ですのでどうか勝利を目指すのをおやめください。無事だって分かったでしょ。まだ何もしてないから。それじゃ明日はよろしくね。なるほどね。あの子悪魔が黒幕だったんだ。有名なんだな。まあ、あのキャラクターで六つ星だしね。英名でも指折りの知名度じゃないかしら。で、それにしても許せないわ、ユキを誘拐するなんて。けど戦略としては完璧だ。それに秋月が黒幕だって証拠はない。裏はありそうだけど、あいつごまかすのがうまいんだよな。ピーッタ、常に自分のペースで喋ってて絶対に裏を見せねえ。駆け引きはあの小悪魔の得意分野だものね。ともかく今はユキがいない状況でどうやって勝つかよ。私イカ様は専門外だし。そうなんだよな。カンパニーへの連絡手段も知らないし、どうしたら。ただいまー。かがやさん。うむ、かがやさんだよ。多分、メイビー。え、なんでヒロキンがうちに。ナイスタイミング。はい。白雪ちゃんがいなくなった。ヒロキュン、白雪ちゃんに無理やり置いたを。してねえよ。家出じゃなくて十中八九秋月の襲撃、誘拐ですよ。なんてこった。んでこっちは不審者ちゃん。あ、私はその篠原の協力者よ。ふん。ああ、信頼できる仲間だよ。それ以上の詮索はなしで、ひとまずよろしく。じゃあパーカーちゃんだ。まあいいわよ、それで。それじゃあ始めるぞ。姫路を取り戻すための作戦会議だ。白雪ちゃんが申請してきたゲームは不等辺三角関係、一種のカードゲームだよ。それぞれ10枚の手札から同時に1枚を出し合うの。各カードには優劣があって、強い方が場に出たカードを獲得できる。で、手札がなくなった時点での獲得枚数を競い合うわけ。要は相手より多くカードを取るゲーム。引き分けたらそのカードは両方場に残って、次に勝った人が総取りね。プレイヤーが持ってる10枚ずつと最初から場に出てるボーナスカード1枚の合計21枚がこのトライアルに出てくるカードの全部だから、基本的にはこの過半数、つまり11枚を取れば勝ちなんだよ。で、ここに平民のスキルが絡んでくるから。はいや、やっぱとんでもねえ天才だなこの人も。それでカードの優劣ってのは。ふっふっふん、ちょうどまとめ終わったところだよ。これだ。なるほど。おって、なんか平民が弱すぎないですか。平民はね、貧弱な分他のカードにない特殊なスキルが設定されてるんだよ。これが手札。そう、どっちが来るかはランダムだけどね。 A の方が強いのね。そうだね、 B が回ってきたら最初からかなりのハンデになると思うよ。どうしたの。姫路のデバイスからこんなのが送られてきた。明日使用するアビリティ。どうしてわざわざ手の内を。意図はともかく方針は立てやすくなったわ。ユキは確率変動でランダム性を崩してセット A の手札を掴んでくる。篠原に回ってくるのは間違いなく弱いセット B よ。もう一つの強制操作ってのは。相手の行動を強制的に操作できる厄介なアビリティ。今回で言えば、あんたは最初の3ターン自分の行動を指定できない。手札の有力なカードを全部無駄打ちされて、獲得札に大差をつけられて、それからやっと本番開始でしょうね。紛れもなく悪夢じゃねえか。そうね、ユキ本気で勝ちに来てるわ。そこで私たちの出番だよ。勝てないなら何でも使うのが私たちのジャスティス。まずは電子に愛された女加賀谷のお姉さんがシステムに侵入して、完全無欠のリーダー白雪ちゃんがもろもろのって、その白雪ちゃんがいないんじゃん。ダメだ、作戦は全部白雪ちゃんが立ててたんだもん。ブレインがいなきゃ動けないよ。いるわよ、ここに。え、私がやる。作戦構築の腕なら私だってユキに負けてないはずだから。お願いしていい。ええ、もちろん。
まずは平民カードのスキルを説明してもらえる？あは、そっかそっか、了解。各カードのスキル発動条件は場に残ること、つまり引き分けの時だけ能力を発揮できる。結構爆弾級のスキルばっかりですね。まあでも相手の平民か暗殺者にぶつけない限り単なる雑魚だから。それにどんなスキルであろうと今回は最初に潰されるしね。最初の3ターンは私たちにとっては最悪の展開になるわ。でもだからこそ予測ができるのよ。どうなる感じ？まずユキが確実に封じたい平民スキルは2つ。獲得札を大幅に増やせる爆発的成長と大逆転が狙えるトロイの木馬ね。おお、でもさ、強制操作は3ターン続くんだろ。だったら大革命も潰されるんじゃないか。ユキの手札には簡易摘出があるのよ。あ、つまりこうか。姫路はまず簡易摘出スキルの平民を選び、俺に暗殺者を出させて引き分けにした上でスキル効果を使ってトロイの木馬を除外する。さらに騎士を使って爆発的成長の平民を討ち取って、王家のどれかで騎士も潰す。そうね、3ターン目が終わった時点でユキとあんたの差は絶望的。ボーナスカードも合わせて7枚の差がついた状態で勝負を始めなきゃいけないわ。じゃああと4枚で向こうの勝ちが確定するわけか。無理だろ、4ターン目から巻き返すには残りの手札が弱すぎる。逆に言えば最初の7枚差さえひっくり返せば十分勝負になるってことよ。え、6つ星以上の限定アビリティにエンチャントっていうのがあるの。追加効果を付与できるアビリティね。あんたの手札にあるスキルなしの平民に互いの獲得札の交換スキルくらいならつけられるわ。はあ、いけますか、加賀谷さん。はい。今こいつが言ったアビリティに近い効果をイカ様で再現できますか。要は俺がエンチャントを使って逆転したように見せかけたいんです。どうかな、他のメンバーにも声かけて。あ、ダメか、通信傍受されてるかも。加賀谷さんがここにいてくれてるのが超幸運なんですよ。加賀谷さんしか頼れません。分かった、ちょっと心細いけど、お姉さんはこれでもカンパニーの電子機器担当だからね。ヒロキュンのために最高のイカ様を用意してあげる。ありがとうございます。白雪ちゃんのことはよろしくね。サーバールーム借りるよ。ふんふんふん、間に合ってくれるといいわね。心配すんなって、あの人もあれでしっかり天才なんだ。分かったわ、とにかくあんたはちゃんとアビリティ入れときなさいよ。定石は後出しね、上限いっぱい入れたっていいわ。で、どうしたの？姫路は俺に勝利を目指すなって言ったんだ。負けちゃいけないことには変わりないけど、なんか引っかかるんだよな。はあ、お待たせ、篠原。もう一度言っておくけど、安全策よ。門限をとっくに過ぎてるのにこっそり出てきてあげたんだから、こんな時間に戻ったらきっとものすごく怒られるし、当分監視も厳しくなるし、そしたら明日の協力ができんのか。分かった分かったから。俺だってこんな真夜中に一人で追い出す気はねえよ。ユキが無事に戻ってくるまではそんなリスク。だからいいって。たく、そんなに照れるくらいなら他の部屋で寝ろよな。今日は特別なのよ、一人でいると不安になるでしょ。あ、明かり消すぞ。いいわよ。まだ起きてるか？あんたも寝られないの？まあな。よかった、私この時間だとまだ眠くなくて、ユキのことも気がかりだし。眠くなるまで話でもするか。そうね、クイズなんてどう？あんたまだこの島で知らないこと多いでしょ。システムとかアビリティとか。多少姫路に教え込まれたけど。さすがユキね、その成果を確かめてあげるわ。いや、そういうのは加賀谷さんあたりが。いつ何が起こるか分かんないって今回のことで分かったでしょ。用心しといて損はないわ。そうそう。篠原、手を出して。これ。なんだこれ。
あげるわ。それ珍しいアビリティをインストールできるのよ。おお、サンキュー。買えるのかアビリティって。正規も非正規もね。お守りだと思ってくれればいいわ。お守りか、ありがとな。うん、でももし機会があったら使ってちょうだい。頼んだわよ、ユキのこと。うん、やれるはずだから。誰よりもイカ様がうまい。私の共犯者であるあんたなら、秋月の兄だってきっと負けたりしないから。ああ、頼まれた。続いては転入生にして学園代表、篠原ひろと君による挨拶だ。よう、お前ら。俺が新しい七つ星の篠原ひろとだ。これから2年の間、お前らの頭を踏みつけトップに君臨し続ける男、それが俺だ。大丈夫、今度こそ勝てる。ノアは可愛くて賢いから、あんな嘘つきの偽物になんか負けるわけない。絶対に。桜花も放課後だな。あいつ英明の敷地に忍び込むって言ってたけど。ヒロキュン、例のプログラム最終動作確認できたよ。いつでも OK。 ありがとうございます。あれあれまた会っちゃった。偶然だね、ヒロト君。どこが偶然だよ、しらじらしい。ひどいひどい、うん、ねえヒロト君、今からメイドちゃんとトライアルするんでしょ。ノアも見学したいな。好きにしろよ、ちょうどギャラリーが欲しかったとこだ。準備完了だ、姫路。この度は私のわがままに付き合ってくれて本当にありがとうございます。昨日お伝えした通り、私はこのトライアルで決して敗北できません。相手がご主人様でも。いえ、ご主人様だからこそ絶対に負けられないんです。ですので全力でいきます。補助アビリティ確率変動を使用しました。本来はランダムで振り分けられる手札からセット A を頂戴します。ああ。そして申し訳ありませんが、私のターンはまだ終わっていません。強制操作発動します。おお、ヒロト君、3ターンもメイドちゃんの好きにされちゃうね。当然の流れだ、イカ様を始めるのは強制操作が終わった直後。お、大革命。2ターン目いきます。そして3ターン目。俺の手札にトロイの木馬も騎士も暗殺者も残ってる。姫路の手札だって単体最強の無敗の勇者があんな雑に使い捨てられて、爪が甘すぎる。油断？いや、これは誘導か。だとすればこのトライアルそのものが罠か。おそらく俺が姫路に勝つことで俺にとって何か良くないことが起きるんだ。だけどそんなことに姫路が素直に従うわけはない。思い出せ、どこかにサインがあったはずだ。俺だけに分かるように伝えてくれてたはずなんだ。勝利を目指すのをおやめください。負けられないか。でも確実に勝とうともしていない。カードは全21枚、10枚ずつの手札に加えて1枚のボーナスカード。引き分けで終わらないための奇数の仕組み。奇数？あ、そうか、それがお前の狙いか。ヒロキュン、なんで？待たせたな、姫路。
4ターン目と行こうぜ。俺はアビリティ後出しを発動だ。はい、ご主人様。やっぱりな。なんでそんなの出すのかなってハラハラしちゃっただけ。なら最後までハラハラするかもな。ねえヒロト君、さっきから何してるの？もっと真面目に。いいから、お前はそこで黙って見てろよ。次で最後ですね。そうだな。姫路の獲得札は15枚、残りのカードは女王と暗殺者。俺の手持ちは平民だけだ。暗殺者を選べばお前の勝ち。そうなりますね。暗殺者なら完全に俺の敗北だ。西園寺と加賀谷さんの協力も無駄にして俺は何もかも失う。でも俺は姫路を全面的に信じてる。これは争いの場なんかじゃなくて、二人で秋月を騙し返すための舞台なんだ。そうだろ。区内選抜戦が始まる前に二人で決めた合図の一つ、イエスマイマスター。そいつは女王だ姫路。本当にそうですか。女王じゃなかったら俺の恥ずかしい秘密をダース単位で話してやる。それは残念です。ご主人様の恥ずかしい秘密、とても聞きたかったのですが。平民対女王で女王の勝ち。だけどここで俺のトロイの木馬が発動する。はい、私の獲得札の半分がご主人様の獲得札に移動します。これで俺の獲得札は10枚、手札は尽きた。私の残りのカードは獲得札に。これで私もちょうど10枚。勝利を目指すな。つまりお前が伝えたかった狙いは引き分けだろ。引き分けか。ええ、交戦状態は解除されますが負けではありませんので、私もご主人様も区内選抜戦に残ります。そっか。ノア、ちょっと疲れちゃったかも。それじゃあ。待てよ。強引なボディタッチは嫌われちゃうよ。いい加減白状したらどうなんだ。何の話？とぼけんな。お前は最初から俺をアカデミー最強の座から引きずり下ろすつもりで動いてたんだろ。何それ。ノアはたまたま。言い逃れはできませんよ。秋月様が昨夜私のデバイスに密偵を仕掛けたことは分かっています。ギギ、悪質な違法アビリティだよ。デバイスを通る情報が筒抜け、監視や盗聴機能まで持ってる極悪非道プログラム。だから俺との通信を絶って家にも戻ってこなかったんだな。はい、明日の夕方まで選抜戦の辞退も放棄も自滅も禁止だよ。ノアとの約束を守ってれば密偵は自動的に消えるから。分かったよねメイドちゃん。そしてデバイスの持ち主が勝負に負ければ、その機能が勝利者のデバイスへ移動する設定まで組み込まれていました。最悪すぎる。サンキュー姫路、ナイス判断。昨夜のアクセスログはしっかりと保存してあります。バグ表示で煙に巻いたつもりでしょうが、一ノ瀬学長の手にかかればハッキング元の解析は可能ですよ。なんで、なんであなたなの。なんで、なんで、意味わかんない。ノアはこんなに頑張ったのに、こんなにいろいろ準備したのに、なんであなたが勝っちゃうの。
おかしいよ、卑怯な手で成り上がっただけなのに。何のことだよ。アカデミーに来ていきなり七つ星になれるなんてありえない。ノアちゃんはズルする人が大嫌いなの。それに言ったでしょ、区内選抜戦の順位予想、ヒロト君がダントツで人気だって。ああ、あれね、終業式の時にも似たようなのがあったんだよ。誰がエースになると思いますかって。その時はノアが1位だったの。なのにヒロト君が転校してきた瞬間、みんな手のひらを返してあなたのところに行っちゃった。ノアが何年もかけて頑張って頑張って積み上げてきたものは、後から来たヒロト君に一瞬で全部奪われた。びっくりした。イカサマの証拠があるってわけじゃないんだね。でも俺がズルをしてるのは本当だ、こいつの努力も。だから復讐しようって思ったの。メイドちゃんさえいなくなればヒロト君はまともに戦えない。それで二人が敵対する状況を作ったの。はあ、こんなに準備したのにな。あんな悪魔と契約してまで。あ、そいつが今回の黒幕か。いくら優秀だからってただの学生がこれだけの準備を一人でできるとは思えない。計画は頓挫したんだ、洗いざらい喋ってもらうぞ。何言ってるの、まだ終わりじゃないよ。ノアはこんなところで負けられない。ノアちゃんは可愛くて賢いから、こんな時のためにもう一つ策を用意しておいたんだよ。メイドちゃんに仕掛けたアビリティはね、二段構えになってるんだ。表のスキル日程が無効にされるとね、自動的に裏のスキルに切り替わるの。裏？そう、その名は破壊衝動。仕掛けられたデバイスのデータをコッパみじんに破壊し尽くす超凶悪なアビリティ。ノアがポチって起動ボタンを押すだけで、メイドちゃんのデバイスはただのオブジェになるってわけ。そしたらメイドちゃん、アカデミーにもういられなくなっちゃうね。いいのですか、違法アビリティを使用したことが公になれば、秋月様自身がアカデミーを敵に回すことに。ノアだってもう引き下がれないの。あ、姫路。ねえヒロト君、今からノアとゲームしようよ。トライアルじゃない、本物の星をかけたゲーム。でも正々堂々の勝負じゃないよ。ノアはもうそこにいるのは諦めた。あの悪魔と同じだ。ノアはあいつに魂を売ったから、もう元には戻れない。あの悪魔、誰なんだよそいつは。いや、今はそれよりも。だからヒロト君、メイドちゃんを返して欲しかったらノアに負けて、今すぐヒロト君の星をノアに献上して、あなたこそが七つ星にふさわしいですってみんなの前で土下座して罪を償うの。いいでしょ、どうせ全部嘘だったんだから。さすがにおかしい、読まれすぎてる。考えられるのは強奪された緑の星、感知系のユニークスター。今度は引き分けなんかじゃ許してあげないから。結末の決まった最終決戦、万丈宝探し。それじゃあ早速始めちゃおっか。